ルルイ・エイホン。来歴。アーカムの研究家エイモス・スタトルがアジア内陸部。おそらく新王朝領東トルキスタン。で10万ドルで購入した漢文で書かれた写本で、人気で想定されている。元本は花王朝時代の、ルイン上本伝、教本、という文書だと言われる。花王朝時代に甲骨文で書かれた山と海の神が三重の祭祀文献として、白液が表したと伝えられる。三外教、があるが、現存のものは新王朝。漢王朝時代に甲骨文から隷書へ書き換えられ、本文も大幅に変えられて、クズ流商館の呪文などは一切記されていない。ルルイエイ本。ルイン上本伝は三外教のオリジナルバージョンと推測される。想定に使用された人気は花王朝最後の暴君決による虐殺の被害者のものであろう。現存の三外教に貼る印字を、ルルイエ、が沈む南極海縁、崑崙南縁、の位置を示すらしい。崑崙の南の縁は深さ300人、という記述がある。エイモスの死後、甥のポール・タトルによりミスカトニック大学に寄贈される。原本は紀元前3000年頃、人類以前の言語で記されていたとされる。甲骨に書かれたオリジナルがあると言われるが、すでに破壊され、上述の漢文で書かれた人気巻物と、英語訳、ドイツ語訳、イタリア語訳が存在する。イタリア語訳は14世紀にマルコ、ポーロが中国から持ち帰ったものを15世紀に魔術師フランソワ、プレラーティが部分的にイタリア語へと翻訳し、それをナポレオン・ボナパルトが所持していたという説がある。内容は大いなるクズ流、クトゥルフ、を主に、その眷属と海の関わり、異界のものを召喚する呪文、コン、大陸、ムー、トルインジョウ、ルルイエ、の沈没について記述されている。ミスカトニック大学の哲学教授ラバン・シュリューズベリー博士は、ルルイエイ本を詳細に研究し、ルルイエイ本を元にした高紀原始人の神話の型の研究。An investigation into the myth patterns of Laterda e primitives with a special reference to the Arlai text. という論文を書いている。英語の探求。